エンソニックとは、かつて存在した、アメリカの電気メーカーである。1980年代初頭から1990年代に、かけて作られたサンプラーやシンセサイザーで有名。1983年春、元モステクノロジーのロバート・ヤーン、ブルース・クロケット、チャールズ・ウィンターブル、デイビッド・エイ・ジン・ビッキ、ー、アルカー・ペンターのコモドール64を設計した、チームによって、 ペリフェラルビジョンを設立。あたり2600用のキーボードを設計するプロジェクトが計画されていたが、あたりショックによりキャンセルされた上、コモドール社にプロジェクトが投用されたと訴えられる。その後、エンソニックと改名。周辺機器の代わりにシンセサイザーを設計する。1998年1月、7700万ドルでクリエイティブテクノロジーに買収され、 同じ参加の E、ミューシステムズと合併し、EM、e エンサニックとなる。その後、EMU は MK6、PK6、エンソニックは、ヘイローキーボーズを2002年に出した後、EM、e エンサニック部門は解散し、過去の製品のサポートも中止となり、事実上ブランドは消滅した。1985年、エンソニックはサンプラーのミラージュで楽器市場に参入。 1695ドルという、この時代のサンプラーにしては、かなり安価な値段で販売。その後、ウェーブテーブル方式のシンセサイザーであるエスク -1 を発売。1987年に日本に子会社を設立。エンソニックのシンセサイザーの特徴は使いやすく、特徴のある太い音である。ミラージュの販売後、すべての製品に、同じシーケンサー、高品質なエフェクター、 ストレージ用のディスクドライブやラムカードが搭載されていた。1988年、リキシードレックスの限定版プロモーション CD オフザレコードに参加。バンドは EPS と SQ-80 を使用。90年代初頭、低価格な製品である SQ シリーズを販売。ラインナップは SQ-1、SQ-2、SQR。その後、 32ンバージョンを発売。続いて販売した TS シンセサイザーは、昔の VFX シリーズを彷彿とさせながらも、ポリフォニー、エフェクトエンジン、サンプルローディング機能の改善、音源を強化した。DP シリーズのエフェクターラックマウントは、並列処理と歴史コンのエフェクターと同等のリバーブプリセットが搭載されていたが、高価だった。これらの強みにもかかわらず、 初期のエンソニックの製品は品質の悪いキーボード、電源ユニットの不備そして機械的な問題のように信頼性と品質の問題に苦しんでいた。そのため90年代初頭から中期まで製品の信頼性の改善に多くの努力が注がれていた。90年代中期から後期にかけて会社はワークステーションのコンセプトを一新。そして SQ シリーズに変わる。 低価格製品は販売しなかった。最終的に競合製品が物理モデル音源のような最新の技術を取り入れる。一方、エンソニックは古い技術を再利用した新製品が多かったため、90年代後半の市場志向に合わなかった。その間、工述するパソコン用のサウンドカードにたくさんのエンジニアリングと会社のリソースを集中させた。エンソニックは シンセサイザーだけではなく、パソコンのオーディオチップも作っていた。1986年に Apple ンピューターと契約した後、ミラージュや S9-1、SCOM、SQ80、SDP-1 に使われたのと同じ ES5503DOC が a p p l EX に搭載。16ビットのサンプラーとデジタルフィルターを搭載した、後期エンジンの ES5504DOC2 と、 ES5505 オーティス。最終的に後続の32ンの製品に使用した ES5506 オット。最新の商品である ES5548 オットマイナス -48 は最後のエンソニック製品に使用。エンソニックは汎用性の高いエフェクトをつけれる DSP、ES5510ESP を開発。それらは VFX で使われた。 オットマイナス48世代は大幅に強化された ES5511ESPV の使用。オットと ESP を組み合わせた ES5540 アタベックスも開発されていたが、そんなに使われなかった。また、ES5505 オーティス、オーティスはに ES5506 オット、ES5510ESP は、いろいろなアーケードゲームで使われた。 これらはすべて CMOS プロセスで使われている。オットはアドバンスとグラビスがグラビスウルトラサウンドカードで使うためにライセンスを与えた。1994年に家庭用コンピューターのためのサウンドカードを製造開始。ゲーム機のあたりパンサーにはオーティスチップが使われる予定であったが開発が中止。オットの専用バージョンである e s 百三十、三十五オーパスは AT、バスサウンドカード用に作られたものであり、ジョイスティックと CD r o m インターフェースがついていた。エンソニック製のサウンドカードはアメリカではとてもポピュラーなものであり、ほとんどの新しい DOS 時代のゲームがサウンドスケープを直接、もしくはゼネラルミディを通じて対応していたため、多くの OEM が生涯を通して得をした上に、優れた互換性を受け継いだ。さらに、 ほとんどの DOS で動くゲームと互換性のある新しい PCI サウンドカード用のイサソフトウェアオーディオエミュレーションを考案。クリエイティブ e m u では高性能 PCI オーディオと DOS の互換性に苦労していたため、これがクリエイティブテクノロジーによるエンソニック買収の要因じゃないかと考えられている。ある情報ではエンソニックはサウンドカード用の PCI バスサポートを望んでいた。 ことと EMU の技術が欲しかったため、エンソニックの買収は両者の長所となったと言われている。オーディオプシーとは低コストでありながらマザーボードと統合ができるなど多機能なサウンドカードである。とても小型の CPU 駆動のオーディオチップと DAC だけで構成されている。オーディオプシーは低コストで小型でありながらサウンドスケープエリートカードと同等の処理能力を持っている。 オーディオプシーシリーズは、ミーベースでエミュレーションしたチームソニックレーシングプログラムを利用して、イサバスから送られる信号なしで妥当なレベルの古いドスへの互換性を提供するために開発されていた。チームソニックレーシングに依存したゲームでは問題が起こる可能性がある。ワリックポール、カントリーブヤターズ、IEEE スペクトラム46、ドイ、10.1109、 スペック c 2009.4768854, issu0018 から 9235,https コロンスラッシュスラッシュドイドット org スラッシュ10.1109スラッシュ mspec.2009.4768854。参考として、この当時のサンプラーの代表格である、フェアライト CMI が27,500ドル。 エミュレーターが7995ドル。ありがとうございます。